こんな感じで、なんか電気ついてるっぽいんで、多分大丈夫なのかな。ということで、ちょっと行ってみますか。なんかね、さっきから子供の声が聞こえるなと思ったら、全然違いましたね。ヤギかながいるみたいですね。はい。リリーって書いておりますけども。ということで、ちょっとね、お店に行ってみたいと思います。ということで、ね、お店の動画撮影の許可をいただいたので、ああ、もう来ました。ああ、すごいですね。あ、これがね、芸術ソフト340円のやつでございます。ちょっと食べてみようか。ということで、いただきます。うまっ。こんな感じで来るんだね。あの、濃い。はい、ということで、食べ終わったんで、替え玉をね、してみようかと思います。すいません。替え玉はどうすればいいですかね。じゃあ、どうします？何しますか？あ、動画撮影していいですか？あ、いいですか？YouTube 動画ですね。あ、大丈夫です。どれがおすすめですかね。そうですね、結構バニラ、いちご、チョコ、抹茶っていうのはオーソドックスなので、はいはい、このライカ、お米のアイスクリームおーと、あとさっぱりにしたやつで白ワインのアイスクリームといちごのシャーベットがこうマーブル状になったもの、おこの2つっていうのは、まあ、結構いわゆる、替え玉の中での人気商品っていう感じですね。あ、そうなんですか。はい、最初のいきなりシングルソフトでこれを頼む方っていうよりも替え玉で頼む方の方が多いです。あ、そうなんですか。はい、そしたらいちごのシャーベット、シャーベットかしこまりました。お願いします。はい、じゃあ200円ですね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで白ワイン&いちごシャーベットがね来たんで食べようと思います。次はね、替え玉はライカにしました。お店の中はね、こんな感じで、何人か座れる感じですね。はい、お待たせしました。はい、はい、失礼します。ありがとうございます。はい、次はね、ライカにしました。ライカ、米のアイスとか言ってる。はい、いただきます。うん、味はね、なんかコーンの味がする。なんかコーンっぽいですね。コーン、味がコーンなんだよな。美味しいけど、ちょっとわかるかな、ちょっとなんかパサッとしてる感じ。いや、もう美味しい。なんかコーンなんだよ。3杯目食べちゃった。足りないっていうか、美味しいわ、美味しい。なので、もう一杯、最後、またね、ちょっと芸術ソフトを替え玉にしようと思います。ということで、最後芸術ソフトにしようかと思ったんですけど、ちょっと熊本らしいということで、デコポンというアイスクリームにしてみましたので、食べていきたいと思います。デコポンだ、デコポン柑橘系なんだ。はい、ということで、ごちそうさまでございました。替え玉サッカイ食べたのは、芸術ソフトと、いちごのシャーベット、白ワインといちごのシャーベットとライカとデコポンといった感じでございます。美味しかったですね。これどうしたらいいんだろう、ちょっと後で店員さんに聞いてみようかっていうのが多く入っちゃう。店内はね、ほんとこんな感じで、サッカーでお客さんがずっと何回もね来てる感じです。で、お土産用のアイスクリームもこうやってあるんですよね。アイスクリームとソフトクリーム、ソフトクリームもなんかあるのかな、ということで、ではね、ちょっと車に戻りますか。はい、ということで、ツインスターの替え玉できるソフトクリーム屋さんなのかな、
チース2000だから18年前なのかな、なんか書いてあったもんね、2000年の元旦にオープンだったかな、なんか横のテーブルの横の部分の中に書いてあって、最後あの店長さんとお話しようと思ったらなんかちょっと奥の入ってっちゃったんで、そのままあの台だけ、返却して、出てきたという感じでございます。今ねもう6時10分ぐらいなんですよ。あのね普通にマジで全部美味しかった。マンゴーとかあのちょこちょこお客さん入ってきたんで、あの動画ちょっとこう切った中の全部美味しかったですね。普通に美味しかった。で替え玉を3回したんだよね。最初にあの芸術ソフトクリームを食べて3回したよね。だからソフトクリーム食べてあとアイス3つ食べたって感じになります。で、一応ね聞いたらあそこに載ってるメニューは全部あの200円でしてくれるっていうことです。だから芸術ソフトクリームも、あれ芸術ソフトクリームだっていう、あ芸術ソフトね、芸術ソフト、これも普通に食べれば最初340円だけど替え玉の時にすると200円でもう一回芸術ソフトも食べれると。芸術ソフトがやっぱ牛乳の味が濃い感じで、しかもこうね全体がこうなってて、あれはインスタ映えするよねって思うでしょ。とそうなんですよ写真映えっていうかするんだけど、動画撮ってそのまま食べちゃったから写真撮ってねえっていうねもうだよね、もうだよ。はい、まあそんなところで、普通にね美味しかったんで、皆さんもね今から暑くなりますから、ぜひねあのこちらの方食べに来てみてください。店長 めちゃくちゃいい方です。どれがおすすめですかって聞いたらもう全部こう丁寧に教えてくれるんで、あのどれ食べようかなって迷って、もう自分も分かんないですよ。自分ももともとアイスも好きだしソフトクリームも好きだし、あのそういう系ね、あのもう2リットル の, あのアイスを買って家で食べてるぐらいだから、まあ、だから痩せないんだろうけど、まあ、それぐらい好きなんで、あのもうこういうとこ来たら食べちゃうよね。あの店員さんも4杯目の時頑張りますねとか言ってたけど、いやいや美味しいですよっていうところがもう一番ですよ。もう好きな方は多分ね、あのまあ写真を優先するならやっぱコーンなんだよね。下の部分がコーン、コーンとコーンね、今回食べたのはこのコーンなんだけど、コーンとこのカップねがあって、替え玉を4回とか3回も4回もする方はカップの方がおすすめですよと。でもコーンの方はだんだんこう湿ってくるし、だんだんふにゃっとなってくるので、たくさんする方はカップの方がおすすめ、うん、だからあんまりしない方はコーンの方がいいかなっていうのを最初店員さんと話してたんですよ。まあでもそんなにしないだろうなとか思ってたんでコーンにしたんだけど、意外と食っちゃってしまいまして結局もう一杯ぐらい実はね全然いけた感じなんですよ。おいしい、なんかねスルスル入っちゃうっていうのかな、うん、なので本当機会があったらね、あの今から本当暑くなるんでぜひね足を運んでみてください。以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、じゃないんだよまあ今から帰んなきゃいけないからねというわけで、ちょっと今から熊本市の方に、ちょっと用事があって、それから帰る感じになりますので、今からねとりあえず熊本市の方に、向かいたいと思います。ちなみにね、自分ここに車ね、分かると思うんですけど、この店のこっち側に止めたんですけど、あ、こう自動販売機あるじゃないですか、あっちもどうも駐車場っぽいんで、ここね見て分かる通りもう1台しかほとんど止められない状況なんで、あっちのねよく見たらこう自動販売機の隣に P って書いてあるんですよ。あそこも駐車場みたいなので、あっちに止めるといいかと思います。はい、ということでちょっとね分かりづらいと思うんですけど、今ね竹田の街中ですね、今これ竹田警察署と書いております。一応街中まで、戻ってきました。もう時刻が今23時15分ですね。はい、帰りは、ちょっとね今どうしようかなと思っているところでございます。帰りは行きは
なんだろう、こう犬飼いの方から、バイパス通って、なんだろう、この浅地の道の駅のとこかなに出てくるとこまでバイパスがあるんで、そこから来たんですよ。帰りはあのね、基本的なんか同じ道から来て同じ道に帰るじゃないけど、なんかこう なんていうんですかね、こう同じところを通るのあんまり好きじゃない。さっきね看板があったんですけど、442号線とあと412号線かなを通って、その竹田から、野津を抜けて早稲田タウンに行く道があるんですよ。でそっちから帰ろうかなと思ってます。まあ、昔はね、へつぎのバイパス、へつぎからっていうか犬飼いからのバイパスがなかったんで、まあ、基本的に野津の道からは来てたんですけど、あれまだマスクだよ、ね、大丈夫だね、いいよね、まだ442いた。時々こう分かんなくなるよね。時々しか通らないと、あれ、高知で合ってるよねみたいな。昼間見れば、あ、ここだって分かるんだけど、たまに夜帰ろうとしてると、あらみたいな。多分行き過ぎて、あ、気づくパターンみたいな。があったり。まあ、そんな感じで、とりあえず帰りはね、442号線のノツの方を抜けて、帰ろうかな。あとお腹空いたんで、なんかどっか食べて帰りたいなとかもちょっと思ってますけども、何しろもう時間が時間なんで、大分市に着く頃が多分ね12時ぐらいになるかな。そうなるとちょっとね、お店がやってるとこはだいぶ減っちゃうんで、もうどうしようかなと、今迷ってるところですね。何時に帰り着くかにもよるんですけど、はい、ということで、ちょっとね気をつけて運転して帰りたいと思います。もうちょっとで、あ、ほら442、さっき看板が見えたんですよ、442ね、はい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 、ここね、ここ440見えてんのかな、わかんないけど、まっすぐ行くとあれなんですよ、普通の犬飼いの方に行くバイパスの方になるんで、こっちですね、こっちの方から、行くと、早稲田タウンに抜けていくっていう。今こうやって道路まだこれ広いんですけど、これだん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 こうちょっとずつ狭くまではならないから、まあでももうちょっとは狭くなるね。この辺も前に比べてこう道路工事したんで、この辺もだいぶ広くなったんですよね。昔もうちょっと片側車線もなかったもんな。はい、そんな感じで、これね、はい、442、ちょっと見えてる、映ってるか分かんない、442号線。で、途中から412号線っていう道路に乗って、道路というか曲がるっていうのかな。途中で曲がるんですよ。で、そこから412に乗れば、そのままもう早稲田タウンの方にまっすぐで出ちゃうんで、まあ、曲がるとこだけを間違えないようにってとこですね。ちょっと今あれ、看板見えな、左に行くと412という、道路になるので、今これ442からこの点滅を左に曲がってからの、これだね、左からガソリンスタンド、これ昔動いてたよね、なんか、はい、これで、あとはもうまっすぐです。いや、一応曲がるか、一応一箇所左に曲がるけど、もう基本あとまっすぐで帰れるんで、帰れるというか早稲田タウンに着くんで、まあ、竹田から帰るときはね、こう、まあ、家の場所によるけど、こっちから帰った方が早い人も結構多いんじゃないかなと思います。ただ結構上り下りがあるので、燃費がいいかって言われるとちょっと微妙かもしれないですね。はい、ということで、もうあとこうまっすぐなんで、もうカットいってみたいな、カットします。あ、危ない危ない、ここの交差点のこと忘れてたわ。これまっすぐ行くとちょっと見えないと思うけど、まっすぐ行くとね、これまっすぐ行くと長湯温泉、炭酸温泉って言われてるとこだね。ラムネ温泉とかあるところが、
ここまっすぐ行ったらこれを右に曲がるんだね。はい、ということでこれを右に曲がってあとはまっすぐって感じです、まあ、あとこんな道がずっと続くだけなんで、はい、次こそカットします。はい、ということで、ちょっとこっちに見えてると思いますけど、トライアルに到着しました。ちょっとね、ここで買い物をして帰るので、ちょっとね、ここでも動画を締めておこうかと思います。今回は、まあ、アイスクリームを、アイスクリームか。一応このツインスターの、窓っていうか、こう、表に書いてるのは、アイスクリーム研究所ツインスターと、書かれているので、でもなんか、有名なのはその、ソフトクリームだからね。あの、芸術ソフトっていうのがこうなってる。あれは美味しい。あれ美味しいです。あと、なんかダブルソフトもあったんですよ。ダブルソフトっていうのは、アイスクリームがこう2つ乗ってて、その上にソフトクリームが乗ってるみたいな。だシングルソフトは、アイスクリームが1個乗って、ソフトクリームが1個乗ってるみたいな。だからこう2つあるんだけど、下はアイスクリーム。上はソフトクリーム。っていう感じ。ダブルはダブルになってるだけみたいな。そんな感じで。これはね、ほんと美味しかった。もうおすすめばっかり、食べましたけど、多分店長さんなのかな。そこまで聞かなかったですね。はい、というわけで、皆さんもね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。で、まあその後ね、帰りは、ちょっと熊本市の方までちょっと行って、まあちょっと用事があって、で、今帰ってきて、時刻はこちら、もう0時過ぎております。で、まあその用事が終わって帰りに、まあいろいろ寄ってたんですよ。広瀬に寄って、広瀬ってこれ、エッチャー広瀬ね。どこのエッチャー広瀬だから、紅葉じゃねえ、なんだ、聞くよ。聞くよ。菊陽のエッチャー広瀬によって、これ、半額弁当を買ってきたりとか。広瀬大体ね、7時半過ぎなんだよね、あっこも。まあ、熊本にもあったんだ、とか思いつつ、ただお客さんがね、やっぱ、大分と比べて、少ない。びっくりするぐらい少ない。広いんですよ。大分のエッチャー広瀬の本店あるじゃないですか。大分の街の近くの地名が出てこない。あそこの広さぐらいもめちゃくちゃでかいのにお客さんがね、この例えば半額コーナーとか行っても全然お客さんがいないっていうか、一人二人、なんか食料品コーナーに、なんだろう、こう、10人もいたのかな？めちゃくちゃ広い中で10人ちょっとがいたのかなっていうぐらい、その、だから、これ半額になったら7時、8時前ぐらいじゃない？っていう感じでございましたね。ということで、まあそれ以外にもちょっとね、食料をね、ちょっと買おうかと思って、こちらは、和佐田の方の、トライアルでございますので、以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあね、暑い。和佐田の方に、さっきまでの方走ってて、こう和佐田の方入ってきて、急にもわっとしてね、エアコンピッとすぐやりました。気温は2度しか変わんないけど、もわっとね、もう全然違いましたね。